SPG-9 はソビエト連邦の無反動砲である。SPG-9 は B-10 無反動砲の後継として1960年代に開発された。ユス -469 などの小型4輪、軍用車両に搭載するほか、不評を2名で運搬することが可能であり、運搬状態から1分以内に発射可能となる。 SPG-9 用の砲弾には RPG-7 や RPG-16 用の弾頭と同様にロケットブースターと安定翼が装備されており、方針内側はライフリングのない滑好砲となっている。弾頭を装薬により比較的低初速で発射した後にロケットブースターに点火して加速することによって砲弾の高速化による高い命中率と低空圧による 軽量化を両立させた。そのため、重量は B-10 の半分近くにまで軽量化されている。なお、BMP-1 不評戦闘車や、BMD-1 空挺戦闘車の手法であるに、A28 低圧法も、弾頭は、SPG-9 と同一のロケット補助推進、翼安定式であるが、無反動砲と砲塔に搭載する、車載砲の違いから、 薬莢の形状が異なるため、直接的な意味での弾薬の互換性はない。SPG-9 は旧東側諸国に大量供与されたほか、ブルガリアとルーマニア、イランでライセンス生産内しはデッドコピーの生産が行われた。ソビエト連邦軍やロシア連邦軍ではアフガニスタン紛争や第一次チェチェン紛争で使用され、1999年に 第一戦部隊から退役したが、現在でも世界中で現役である。SPG-9 の砲弾には、対戦車用の成形作薬弾と対人用の榴弾が用意されている。画像リンク。ありがとうございます。